本日新しく出ました、こちら B7 のベース材のヘアオイルの紹介になります。はい、新しく出ました。そうなんですよ、めちゃめちゃ匂いがいいので、これはもう犬かもサラサラやん。僕みたいにブリーチしてるとやっぱりパサつきが出ると、パサつきを抑えるにはオイルが強い、でもショートがつけるとちょっと重たくなる、うん、な時にエアーがね、活躍してくれるわけですよ。おお、まとまってんね。はい、どうも、はい、以上点でーす。はい、マハルでーす。はい、ナヨモンでーす。メンディジュニアです。サイフーさんだぞ。今日はちょっと違うな。はい。じゃあ本日の企画は、はい、はい。本日新しく出ました。こちら B7 のベース材のヘアオイルの紹介になります。はい、新しく出ました。ベース材って言ってもたくさん紹介させていただいたんですけど、こちらはまた別物で。めちゃめちゃ優れているので、ドライヤーで今乾かした状態で今お二人いるんですけど、そのドライヤーで乾かした状態からこれは実際につけてみて見ていただきたいと思うので、レディーゴー、ゴー。サイグさんの、まあ、髪質的には髪の毛が柔らかいっていうのと、髪の毛が細くて軟毛です。なんで結構、まあ、スタイリングとかしても柔らかくてペタってなりやすい状態で、実際につけてみたいと思います。匂いめっちゃいいな。いや、そうなんですよ、めちゃめちゃ匂いがいいので、これはもう、ね、犬かお前、何系の匂いよ。ちょっとじゃあもう一回嫌やわ、なんか何系の匂いですかね。落ち着く匂い、女性が好きな匂いですね、うんうんうん、これは結構女性のハンドクリームとかにありそうな匂い。ありそう、ありそう。主張しすぎない匂い、なんて言うんですかね、ふんわり、さりげない、そう通りすがりにこう匂いしたら、なんかあの人めっちゃいい匂いやなみたいな、うん、ちょっと違うかな。何がいいの。なんかもう全然まとまりが、文字がすごい、まとまりが違う、全然見えます皆さん、わかります、このツルツルの、もうサラサラや、ジモンなのにこんなにまとまりがいいっていうのと、でもそんなベタついてない、うん、そう、ね、なんか重そうじゃないですよね、うん、これ重たさがない、軽やか、ドライヤーとかだけでもすごい形が作れそうなサラサラ感と空気感、やっぱこの匂いすごい、めちゃくちゃいい、いいです、めちゃめちゃ、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ次行っちゃいましょうか。僕はね、最近めっちゃ短くして、ね、僕みたいにブリーチしてるとやっぱりパサつきが出ると、パサつきを抑えるにはオイルが強い、でもショートがつけるとちょっと重たくなる、うん、な時に、な時にエアーがね、活躍してくれるわけですよ。さっき見てもらったように質感結構軽いんで、これぐらいショートで軟毛の僕でもいけるんだということをお見せします。おい、確かになんかショートスタイルにヘアオイルってなんか皆さんイメージなかったかなと思うんですけど、その概念が覆りますね、これは。お、うわ、まとまってんね。お、すごくないこれ。めちゃめちゃすごい。わかります、このツヤ。僕ショートなんですけど全然重くなくてペタッとしないんですよ。見てください、ほら髪が動く。そうですね、確かに。すごくないですか、オイルつけたのにこの軽さ。でもツヤはある。これがね、エアの凄さですよ。で、まあ、あとこのね、コタのベース材のこのオイル、何がすごいかっていうと、やっぱり栄養補修ですね。オイルってその栄養を補修してくれるっていうのがちょっとね、苦手っちゃ苦手なんですけど、このコタのベース材に関してはそこも得意と。苦手なもの何なんだというぐらい強いオイルになっております。まあ、B1 とか B5 ですかね。うん。とかっていうのがあるんですけど、こういうのを先につけて最後にこのオイルをつけるんですけど、まあ、しっかりこの2つを髪の内部に閉じ込めてくれる。役割をしてくれるんで、すごいやっぱ手触りとかも良くなりますし、アイロンとかドライヤーとか、まあ紫外線とかからもダメージっていうのがあるんで、そこに対してもしっかり髪を守ってくれるっていう、まあバリア的な要素もしっかり入ってくれてるんで、すごいやっぱりただでさえダメージがすごい方も、そうじゃない方もやっぱりつけておくと、どうなるんですか？そんな無茶ぶりある。もう一番の違いはやっぱりこの軽やかさ、これがすごく伝えたい。オイルなのにベタつかない、はい、うん、オイルでちょっと重くなるのが苦手という、あとはまあ軟毛だからペタッとしちゃう、そんな方でもオイルでしっかりツヤ出しながら髪まとめれるのがエアでございますね。革命ですね。革命を起こしましたね、オイル界に。じゃあこのコタの B7 のオイルエアはですね、うん、いいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。
バーイ。